数学クイズ。できる人は10秒以内に答えが出せる円に内接する三角形の問題です。では始めましょう。三角形 ABC の外接円の半径が6センチ、角 BAC イコール30度の時、 BC の長さを求めてください。制限時間は60秒。時間が足りない場合は一時停止をしてお考えください。では解説をします。円の中心 O を取り、点 B、点 C と結ぶとき、弧 BC に対する円周角の定理により、角 BOC は角 BAC の2倍の60度であり、半径より OB イコール OC だから、三角形 BOC は正三角形です。よって半径が6センチであるから、 BC の長さは OB と OC と等しく6センチが正解となります。ちなみに制限定理を使って、 sin30°/BC イコール 2×6、 すなわち BC イコール 2×6×1/2で6としても答えは出せます。